はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、ということで今日もね、あーでもちょっと待って、ごめんなさい、一旦配信止めてもいいですか。ごめんね、ちょっとごめんね、ちょっと一旦配信止めてもいい、後でまた来るので、ごめんね、始めますっつって急に終わるのもあれなんですけど、じゃあちょっと一旦止めます、また後でね。本当にもうなんか1回目マジガリッと噛んで、2回目も噛んで、でさっき夕飯食べたんですけど夕飯中も噛みました。もう3回噛んでもうひどくなりました。痛いです、本当に痛いの、もうね、辛い。よく口噛むんですよ。そうなの、なんでなんだろう。そうなの、本当にさ、それが痛くてしょうがない、マジで本当に。まあ今はね、なんか、あ、やっぱ横になってるよね。ちょっと待ってて、なんか横になるのは何なんだろうね、これ最近よくあるんですよ。あ、よかったよかった。そう、最近横になることがあるの。電波の問題かしら。あ、でも他のメンバーでもなってる人いるんだね。こんばんは、どうも。これでは、これは鬼太郎とは言わないの。だって前髪で隠れてるわけじゃないんだからね。そこそこなのっていう話なんですけど。そうなの、私だけじゃないんで、よかった。じゃあやっぱなんか電波とかっていう問題じゃなさそうですね。そう、これは単なる見切れだからね。そう、また違うんですよ。はい、鬼太郎になる基準が厳しい。そんな厳しくないと思うよ。でも前髪じゃないから、うんって感じですはい、じゃあそろそろやるか。マグカップクイズ、今日使ってるマグカップはなんか結構ほぼ毎日使ってるんですけど、私の大好きなキャラクターですそれ以外の答え、こそ答えじゃない、それ以外のヒントを出さない人。いや、一応言われたら答えるけど。いつ頃から使ってる？使い始めたのはここ2年ぐらいだけど、多分もっと前からあった。でも私これあったんだって知らなかったんだよね。そう、
アニメ作品かって言われると部分的にそうっていう感じですね。どこで手に入れたかは覚えてないです。はい、な、気がついたら家にあったって感じ。まあ部分的にそうっつって難しいな。まあアニメが全てではないっていうことですね。そう、まあその言い方もねだいぶ難しいんですけど、まあ、アニメ以外にもあるよっていうのが正しいのかは分からんけど、私は。はい、さあ他質問ある方いますか。実写はしてないね。あれ実写はしてないねって言うけど、あれって実写になるのかな。うわ微妙ですめっちゃ微妙だわ。あ、エイトのツアーファイナルでカエルちゃん好きになった、カオルちゃん好きになった人です。あ、ありがとうございます。お久しぶりです。嬉しい、イエーイ。今マグカップクイズしてるよ。何のマグカップを使ってるか。うわめっちゃ微妙だな。実写でも実写っつったら、でも微妙なラインです。めっちゃCG ではないね。そう、そう、うん、どうなんだろうね。難しいな。あ、お話し会申し込もうか迷ってます。あ、本当ですか。本当、なんだろう、自分のねスケジュールと相談してぜひ遊びに来てくれると嬉しいんですけど、本当自分とのスケジュールとの相談を本当大事にしてくださいね。頑張ってください。グッズはマグカップ以外にもあります。そう、私が持ってるのは、はい、じゃあじゃあそろそろ正解言いますね。正解はこちら、じゃじゃん、ウサハナのマグカップでした。
ということで、ナスカさんが正解しましたね。おめでとうございます。あはダメだねえ、縦から直んないよ。縦横どうしよう。じゃあこうするね。今日すごい縦配信だけど、みんな気にしないで。そう、すごい、私あの原料団になったみたい。なんかあのあるじゃん、ハンターハンターのさ時に、あの原料団めっちゃ壁走ってるじゃん。今そんな状況です。こうどっちだ、こっちにすると足の顔が全部見える。あ、横向きで見てるから大丈夫だって。ありがとう、みんなあれだね、ちゃんと対応してくれるの嬉しいね。こういう場合ってさ、テロップってさ、こっち側に、こっち側に出るのかな、それともこっち側に出るのかな、どうなんだろう。そう、なんかほら、うさはなのマグカップ愛用してます。めっちゃ可愛くない？でもただなんか本当にね、なんか気がついたら家にあって、そう、気がついたら家にあって、そうなんですよ。なんかこんなんあったんだみたいな感じでね。すっげえ縦でちょっとやりづらめっちゃやりづらいんだけど、こっち側に行ったら見えるんだね。今日だけ減量団になります、私。え、やだな。多分なんか大昔に買ったんだと思うんですよ、おそらくだけどね。そう、おそらく大昔に買って、多分親が買ってくれたとかなのかな。でも全然覚えてなくて。コメントを読めます。はい、大丈夫です、読めますよ。そういえばなんかだいぶ前にさ、なんかスケッチブックのうんたらかんたらがどうたらこうたらっていう、なんも伝わらん話をしてたよねって言おうと思ったんだけど、あ、テロップはこっちに出た。あ、見えない。あ、よしよしよし。テロップはこっちに出ましたね。あ、この場合はこっちか。こうだ。テロップこっちに出たね。よかった。テロップ普通に出た。なんかこの前にさ、アトムのこのシーンが好きで絵描いたんですよねっていう話したじゃん。あ、これか。でもまた今度見せますね。すっげえ縦。じゃあテロップなんで普通やねん。なんかね、そう、今日はちょっと面白い配信になったんですけど、じゃあ今日はここら辺で終わるので、あのまずギフト読みますね。すっげえ私の顔がさ、ちゃんとこんな風に収まるって珍しいよね。今日も見てくださってありがとうございました。私はちょっと横になるね。じゃあおやすみ、縦のまま失礼します。縦っていうか横向きルンバのままで失礼します。おやすみなさい。このまま寝れるね、画面の中の私は。こうやってこっちか。おやすみなさい。おやすみ。